よ、旦那。切れたよ。序の口よ、おばちゃん。今日のお好み焼きは私に作らせてくださいな。私流のお好み焼きをご馳走したいな。お任せあれ。シェフの証、マイ包丁は伊達じゃないのよ。じゃあ始めるかな。ふっふー、これくらい造作もないのよ。では小麦粉にカツオと昆布だしのスープを入れて、ここでベーキングパウダーを少々。そう、こうするとふっくら仕上がるんだ。そしてよく混ぜる。こっちの方がやりやすいの。いくよ。これは山芋だよ。これを少々。
で生地を浮かすんだけど時間がないので、ここに卵、すりおろしリンゴ、キャベツに天かすを入れて混ぜます。よーし、生地の出来上がり。あとは焼くだけ。これを入れると表面がパリッとなるんだよ。中国じゃ包丁とお玉だけで何でもできるのよ。ならば私は包丁だけで何でも作るもんね。まずは豚肉を敷いて、てい！という人は食べなくてよろしい。私は好きだよ。新築林そういうこと言う口はこれか。
よかったってだけなんかない、悪かったってだけなんかない、それでも人間は進む。だなって感動してたの。やれやれ、これだからデリカシーのない男ってのは。うるさいな、熱いのは苦手なの。ちゃんだね。そうね、あー日曜が楽しみだな。よろしいでちゅか？これといって用事はないのでちゅが。
所長の仕事の進み具合を見に来たんでちゅよ。どうしたんでちゅか所長。怪しいでちゅね。してまちんか。言うなら今のうちでちゅよ。今なら上場酌量の考えもありまちゅ。後ろめたいことがなければ言えるはずでちゅよ。本当でちゅか。別になんでもないでちゅよ。そんなことより早く仕事を終わらせてください。では私はこれで失礼しまちゅ。また後ほどお伺いしまちゅので。それではまた後で。いつもこのようならよろしいのでちゅが。では私もこれで失礼しまちゅ。いえ、これといけないでちゅが。何か？お休みなちゃいまちゅ。